ビシエド外野手、34歳外野守備8年振り、これ、成功する未来がまみえん模様。34にコンバートを命じるって実質クビ宣言やな、好き嫌いが激しすぎんねん。うまく転がしてこその監督業やろ。2試合な方でもう1試合ビシエドでええやん。どうせ全試合出場なんてできんやろ。何考えてるのあなた。誘拐だわこれは。オールスターくらいには監督が変わってるだろうから。大島ってまだセンターやれるんか？ビシエドが左に来たらさらにしんどくね。岡田もノイジーに外野やらせてるからな。ただ、ビシのウェイトで人工芝は大変やとは思う。そんなんより、ウカイやブライト使ってほしいわ。まだな方を外野起用した方がマシだろ。ビシエド外野で使うくらいならな方を外野か三塁にした方がええやろ。もともと MLB では外野本職やったしできるとは思う。ただ体力が持つのかはわかりません。外野手できないならいらないみたいな扱いしだしてからな方が気出してビシエド様ファーストお願いしますってなる未来ありそう。ビシエドの外野守備は MLB ファンサイトで捕球技能100点中3点って酷評されたらしいけど大丈夫か？通過な方がレフトやりゃいいじゃん。ビシエドもみんな考えてると思うけど DH でもきついやろ。フェイドと返すコンでも20本打てんと思うわ。4点ウォークをベンチにずっと置くのはもったいないしな。ビシエドと3年契約したフロントが全て悪い。そもそも中田の守備が超劣化したんやガチにドラは耐えられるんか？実質使わない宣言みたいなもんなんやろうけど、去年みたいに守備崩壊して結局ある程度使うことになるんやないか。いやそれよりカリステを2塁にコンバートせえよ。ショートは日本人に決めんとあかんやろ。ご視聴ありがとうございました。